広島、珍記録。広島は打線が決め手を欠きながらも、投手陣が再三のピンチをしのぎ、相手に1点も与えなかった。プロ野球史上初となる、月間3度目のスコアレスドロー。新井監督は、点は取れなかったけど、各打者、すごくいい反応ができていた。本当にナイスピッチングだった。全員よく頑張ってくれたと評価した。打線は3回2アウトから、秋山がライト線2塁打を放ったが、あと1本が出ず。7回は、先頭の松山がライト前ヒットで出塁したものの、坂倉が送りバントを失敗。うぐさ、矢野も凡退するなど、今季初先発の高橋を打ち破んだ。延長10、12回も、得点圏に走者を進めながら得点ならず、最後まで3塁も踏めなかった。救援陣は粘った。延長10回は、4番手の矢崎がノーアウト1、2塁のピンチを招いたが、後続を抑えて無失点。打たれたらおしまいだと思っていたので、結果的に良かったと振り返った。その後、森浦、堀江と繋ぎ、計6投手のリレーで得点を許さなかった。肩を消耗しながら投げるピッチャーがかわいそう。一発がないから、打てない時はこうなる。なんとかならんかな。田村がもう少し打ってくれると思ってたから、本当に残念。ここ数年、相手チームに記録を献上しまくる打てない中日のおかげだ。これじゃあ、夏場に入ったら投手陣が持たんよ。中日もだけど。得点取れないことに付随する記録が多いですね。一点でも取れば勝ちなのに情けない野手陣。打撃コーチ何やってんだマジで。リーグ全体的に得点少ないから、何かカープだけの問題じゃねえのかなと思うけど。長距離砲不在が今年のカープの弱点、一人一人の調子を上げていってもらうしかないか。今シーズンは各球団ともに引き分けが多い、投高打低の影響なのだろうか。ピッチャーが何がナイスピッチングや。ボールが飛ばんけ、抑えとるだけだろ。何か、今年は中日や広島に限らず、近打のチームがやたら多いような気が。そもそも坂倉を保守にすると、いろいろ困るのに、本人が保守したいって。新井監督として不向きでは、若手育てる気はなし。調子が良いのに、相手投手よって交代、これでは若手は育たないよ。巨人以上に得点力と、怖さのない打線。若手が伸びてこないし、今年は苦戦しそう。